梶ヶ谷拓哉です。本日発表されました iPhone15 シリーズのですね、注目ポイント10選を紹介したいと思います。発売はまだですけれども注目ポイントを紹介します。で iPhone15 シリーズなんですけれども、9月15日に予約開始、9月22日に発売となっております。まず一つ目なんですけれども、やっぱり皆さん待っていた USB-C ですね。USB-C が搭載されました。でこれによって、皆さんがもう思う通りのですね、まさにケーブル1本で済むよっていう風な感じで、メリットが非常に大きいっていうのが、まず第一前提ですね、ありまして、でプラスですね、プロシリーズですね、15 Pro と15 Pro Max に関しては USB3 という規格に対応しますので、データを移行する時の転送速度が、10ギガが最大ということになりますので、おそらくですねこれで、データ移行するっていうことは、もちろんその動画とかそういうものを移行するのもそうですし、あのパソコンとかにバックアップ取る速度も速くなるんじゃないかなって気がするので、そうすると実はですね長い時間かかっていたものが短くなるっていう意味の恩恵は受けられるんじゃないかなと思います。そしてもう一つ、アップルのリリースを見て驚いたんですけれども、こちらですね、 iPhone15 のユーザーは新しい USB コネクタで iPhone から直接アップデートされた AirPods Pro 第2世代や Apple Watch を充電できますということで、実はですね iPhone15 シリーズから直接他の機器を充電するという機能も搭載されています。まずはですね15 Pro シリーズの特徴を紹介したいと思いますけれども、一つ目がですねアクションボタンの追加です。これはですね今まで iPhone シリーズはこのサイレントスイッチというこのボタンでですねマナーモードの解除みたいな感じでやってましたけれども、ここのボタンカチカチがなくなりまして大きな一つのボタンになりました。それによってそのボタンを押すと例えばカメラを起動したりとかですね、自分が設定したショートカットをこう起動するみたいなことができますので、あの普段から使ってるアプリに割り当てておいて、そのボタンを押すだけで、普段使ってるアプリがすぐ開くみたいな、そういうことができますので、このアクションボタンの使い方はですね、今後かなり便利になるんじゃないかなっていう要素の一つではあります。ちなみにですねこのアクションボタンから、マナーモードのオンオフみたいなこともやるっていうふうには説明がありました。続いてチタンフレームを採用しました。これによってですね得られるメリットでいうと、本体の強度が上がるっていうので、多少ですね傷とかにも強いっていう部分はあるかもしれないですけれども、それ以外の部分でいうと軽量化されました。この軽量化はですね iPhone14 Pro と15 Pro の差でいうと 19g ですね軽くなっております。で、プロマックスですね、マックスの本もだいたい 20g ほど軽くなってますので、20g ほど軽くなって、さらにですね強度が上がった部分での影響もあるかもしれないんですけれども、画面サイズは同じなんですけれども、本体サイズが小さくなりました。でそれによって、縦と横ですねだいたい約1ミリずつぐらい、小さくなりましたので、画面サイズそのままで本体サイズが小さくなって、軽くなったので、結構持ち運びしやすいっていう部分が大きいと思います。続いてですね15 Pro Max だけの機能なんですけれども、望遠レンズがつきました。でこれがですね最大で光学5倍ズームとなっておりますので、今まではですね最大3倍だったんですけれども、それが3が5になったのでより遠くまで画質を落とさずに撮れるってことになります。でこれによってですね、普段届かないようなエリアまで撮影することが可能となりますので、より撮影の幅が広がったっていうイメージですね。続いてですね、空間ビデオの撮影ができるようになるという話です。これどういう機能かというと、15 Pro のですね、メインカメラと言われる、普通のカメラですねと超広角カメラと言われる、望遠じゃない方のカメラですねを2つ使ってですね、この2つのこの目線で動画とかを撮影するんですよ。それによって、Apple Vision Pro というですね、このゴーグルがこの来年出ますけれども、それで見た時にですね、まさにこの右目と左目と同じ状態のカメラで撮影をしますので、立体的に映像を撮影することができるという機能です。これができることによってですね、今この状態を撮影して残したいという時にですね、よりですね実際に近いようなものを残すことができますので、この技術はもうめちゃめちゃすごいと思います。続いてですね、注目ポイントとしてはちょっと小さめなんですけれども、プロマックスですね、プロマックスの 128GB という選択肢がなくなってます。
ですので、プロマックスを買いたいという方はですね、最低容量が256ギガになります。それ以外のモデルは128ギガがありますので、ここは注意ポイントの一つです。で、細かい地がいっぱいあるんですけれども、これはですね、製品が発売されましたら、詳細のレビューを紹介したいと思います。で、続いてはですね、これついて嬉しい機能なんですけれども、ポートレートモードで撮影しないでも、実はですね、後からポートレートモードにできるって機能がつきます。で、これによってですね、今まではポートレートモードで撮影するとかですね、普通のモードで撮影するみたいな、煩わしさがあったんですけれども、それはもうとりあえず撮っちゃって、後から考えるってことにできますので、ここら辺はかなり利便性が高くなります。続いて iPhone15 シリーズですね。プロがついてないシリーズの話なんですけれども、先ほど話した USB-C がついたっていうのがありますし、それ以外の部分で言うとですね、ダイナミックアイランドといって、14 Pro についてたですね、画面上部に情報が出るという機能がつきます。で、もう一つ大きなトピックで言うと、15の通常モデルのカメラにもですね、4800万画素の、レンズが使われます。で、これによってですね、4800万画素でも撮影ができるし、1200万画素でも撮影ができるって感じで、さらにですね、2倍ズームも画質を落とさずに1200万画素で撮影ができますので、ここら辺はですね、かなり利便性の向上にもつながっています。で、15シリーズ価格なんですけれども、まず iPhone15 がですね、124,800円からとなっております。で、15 Pro が159,800円から、で、15 Pro Max がですね、189,800円からとなっております。で、このプロとプロマックスのところで、価格差は結構大きいんですね。3万円差があるんですけれども、これ先ほど言いましたですね、プロマックスにはですね、128GB という容量がありませんので、その部分の価格差がさらに開いてますので、実際はですね、256GB とかで比較するともう少し価格差は縮まります。で、この機種を選ぶ時の基準なんですけれども、まず15と15 Pro の価格差でいうと、これ3万5000円あるんですね。この3万5000円をどう捉えるかなんですけども、個人的には3万5000円出せるかどうかで考えてください。3万5000円出せるということであれば、個人的にはですね、多機能もありますので、15 Pro の方がおすすめです。で、やっぱ価格最優先ということであれば、15もですね、USB-C を採用してますし、カメラも4800万画素も使ってますので、そこら辺で、折り合いつけるっていう意味ではいいかなと思います。で、プロマックスにしかない機能でいうと、先ほど言いましたけれども、5倍の望遠レンズになりますので、もうこの5倍で、望遠で撮りたいよって方はですね、プロマックス一択になります。本日の動画ですね、まだ発売日前の動画となっておりますので、発売日以降はですね、実際の機種を使って詳細なレビューもやっていきたいと思いますので、そちらもチェックしていただければと思います。本日の動画を見てですね、一つでもいいねとかありましたら、こちらの高評価のボタンを押していただけると幸いでございます。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた。